声も出せるのか。悪くないな。おい、動くなと言っただろ。だろうな。自業自得だ。アキアがお前と俺に危険が及ばないよう力を尽くしていたのに、お前が俺を誘惑なんてするからだ。親のことだからな、うすうすは感じていたんだろう。そこにあのユニコーンの暴走だ。アキアはユニコーンの一件を聞き、俺とお前に危険が迫っていることに気づいた。あの事件の後、そのことで俺の部屋に来ていたんだ。お前が俺の弱点になりかねない。だから離れろ。俺のためにも、お前のためにも、離れてくれと忠告にな。俺もスパイの目を欺くため、お前を突き放してはみたが、すでに目をつけられていて、遅かった。無事だったからよかったが、今後俺の許しもなく傷を作るな。返事はどうした？なんだその目は。言いたいことがあるなら言ったらどうだ。その答え、お前のことが好きだと。それとも使い魔ではなく恋人になってほしいか。終わりだ。おい、何を期待していたかは知らないが、
そんな言葉では足りないな。泣きそうな顔も悪くない。泣かせてみたくなる。知りたいなら教えてやる。俺がどう思っているか知りたいんだろう。この後に及んで俺から逃げられると。残念だったな。今からたっぷり俺の思いを知るといい。全身でな。泣くな。嫌ならやめ。そういう涙なら大歓迎だ。好きな女の泣き顔は悪くない。熱が出てきているな。少し冷やす。
丈夫だ。もっとひどい結末が待っていた。きっとこいつを泣かせることになっていただろうな。誰も幸せになれない。こいつは特別だ。誰だ？許した覚えは？まさかあそこで邪魔をされるとは。学院長が入ってくるとはな。くそ。すみません。あの、お前のことじゃない。まさかお前に魔法を教える日が来るとはな。断っておくが、頑張ってもあいつはやらないからな。はい。あ、あいつは俺しか見ていなかったからな。アキヤにはかわいそうだが、初恋は実らないものだ。言うようになったな。